箱の中身はなんじゃがまー。わーさあ今から森谷さんには、はい、箱の中身はなんじゃろなにチャレンジしていただきます。箱の中身はなんじゃろなってあれですよね、あの箱の中が 何が入ってるか見ないで手の感覚だけで当てるやつですよね。そうです、はい、それを今から森谷さんにやっていただきます。おー、はい、そして正解すれば森谷さんには豪華景品を差し上げます。豪華景品、おー、じゃあ分かった、やりますよやりますよ。自信満々ですね。はい、ではやっていただきましょう。はいはい、どんとこい。どんとこい。ではまず、はい、そちらの箱の前の壁をどかして、お客さんにだけ中のものを見せてください。壁か。あ、これ前か、直用に。決して森谷さんは見てはいけません。あ、わかりました。じゃあ、開けますね。はい、お客さん見えますかね。大丈夫ですかね。はい。はい。それでは森谷さんは、はい、左右の穴から手を入れてください。あ、はい。はいはい。それでは、箱の中身は、なんじゃろな、スタート。はい。まあなんか実際やるとこれちょっと怖いな。テレビで見てたときなんか簡単そうだったな。え？なんだこれ。硬いな。触り方には気をつけてくださいね。うん、すごい怒ってるんで。怒ってんの？生き物なのこれ。すごい硬いですけど。腕を上げて威嚇していますよ。腕があるの？人？え？何これ嘘だ。硬いから絶対生き物じゃないでしょ。なんだこれ、あれ、テコな、あ、え、ってことはもしかしてあれかな、自由の女神。残念、外れです。違うの？じゃあ何なのこれ、見ていいですか。どうぞ。おい、え、これはヌポポロッカです。あ、そっか、ヌパポロッカか。知らんヌパポロッカ知らん。何これ、箱の中身はなんじゃろうだね、中身見てもわかんねえってあんの。なんだよこれ、ずるいだろこんなのよ。なんと言おうとも森谷さんは外れです。豪華景品は差し上げられません。ああ、そうですか。じゃあちなみに豪華景品って何なんですか。こちらにあります。こちら、触るだけなら構いませんよ。これはニバヌンマです。知らん、ニバヌンマ知らん。なんだろうこれ、すげえ気持ち悪い。特にこの辺りが気持ち悪い。何だ、何これ。ニバヌンマを持っている人は、はい、毎日5時間祈れば災いが少なくなります。5時間も祈ってなくならない。結果いらない。なんだよこれ。よかった俺正解しないで。おや、いいんですか。あ、そんなことを言って不正解の森谷さんには罰ゲームがありますよ。罰ゲーム聞いてないよそんなの。何、罰ゲームって何すんの。ビンタとかタイキックとかされんの。罰ゲーム、うん、それは、うん、チョロリ大回転です。チョロリ大回転知らん。どうもありがとうございました。